星のカービィシリーズ星のカービィウィー。星のカービィウィーは、任天堂から2011年10月27日に発売された、WEO ゲームソフト。星のカービィシリーズ第20作目にあたる作品。WEO 作品としては、ケイトのカービィに続いて2作目。本編作品の末を聴きよゲームとしては、星のカービィ64以来11年ぶりである。 第一歩は2011年1月28日の決算発表で発表された。今作は星のカービィ鏡の大迷宮以来である本編での4人同時プレイが復活しており 2P4P はデデデダ大王ワドルディメタナイトまたは色違いのカービィを操作することができる。なお今まで色違いのカービィは黄赤、緑であったのに対し今作では黄青、 緑となっている。なお、デデデ大王、ワドルディメタナイトは P、2P-4P が選べられる。色違いのカービィは、木は 2P、青は 3P、緑は 4P となっている。同じ年にカービィの作品を2作発売するのは、2000年以来約11年ぶり5度目であり、末置き機で複数のシリーズを発売するのも、スーパーファミコン時代以来である。 画面サイズは16、9での出力を前提としたものとなっており、4、3設定の場合は、最初の Wii リモコンに関する説明を除き、レターボックス形式での出力となる。2015年1月28日より、Wii U の Nintendo eShop で、ダウンロード版の販売が開始された。また、ある特定の隠し部屋の中に入ると星ブロックで、 HAL と書かれた場所が2箇所設置された。また、これ以降に発売された星のカービィメーメン、作品すべてに、このような部屋が2箇所設置されている。本作の開発は2010年3月からスタートし、約1年半で完成した。しかし、それよりも前に、開発中止となった3作品のカービーが、存在しており、 本作はそれらの要素を再構成して取り入れている。この3作品のうち1つは2004年11月に任天堂ゲームキューブ用ソフト星のカービィとして発表。このソフトは2006年に発売される予定であったが2005年の E3 からなかなか続報が公開されずその後ゲームキューブの末期にハードが Wii に変更されたのを経て 決算発表資料に発売予定として長年掲載され続けていたが納得のいくクオリティに仕上がらなかったため2010年7月の決算発表資料でケイトのカービィに置き換わる形で削除されたこの作品は横スクロールでの4人同時プレイを売りにするなど本作と似たコンセプトで作られていたこともあって本作への影響は色濃く E32005 で公開された紹介映像に使用されていた BGM のアレンジが本作のテーマ曲となっていて、かつ後述のモード、格闘王への道では E32005 のムービーで使われていた BGM がそのまま使われる、同ムービーで使われていたボキャラクターのロボットが h r d さんとして製品版に登場するなど各所に名残が見られる。また、 コピー能力も新能力であるウォーターの登場や一部の能力の防止デザインの変更が開発当初から検討されていたほか、本作の登場はなかったものの既存の能力にクリーン、プラズマ、ホイールも再登場させるという予定もされていた。ポップスターのプププランドでは、カービィがおやつのケーキを持ちながら走り、デデデ大王とアドルディはそんなカービィを追いかけ、 メタナイトはその傍らで静かに読書をしていたりと、彼らは平和に過ごしていた。その時、突然、空に異次元の穴が開きそこから宇宙船、ローアが現れ、パーツが外れていきながら墜落。その現場にたまたま居合わせたカービィーたちがその中に、入ってみると、そこには、宇宙船の主、マホロアの姿があった。彼の話によると、 墜落時にポップスターのあちこちに散らばってしまった宇宙船の5つのパーツがなければ宇宙船は修復できず故郷に帰れないという事態に陥っているらしい。カービィーたちは彼を助けるべく宇宙船のパーツを集める冒険に出るのであった。以下のキャラクターについては大ボスの欄も参照。がついているのはコピーできる敵。ザコキャラクターこれまでの作品に登場した。 キャラクター本作初登場のキャラクター中ボス、大ボス本作以降からは、半分以上体力を減らすと、パワーアップするようになった。その際はボスが奮起する動作が起こり、その間一切の攻撃が効かなくなる。EX ボスその他のキャラクターカービィーたちが暮らしている、星。序盤中盤はここで、ローアのパーツを取り戻すために冒険する。また、 各レベルの名称の頭文字をつなげると、クラウンとなる。ローアの修復完了後に行くことになる、未知の世界。冒険終盤の舞台で、ポップスターからは遠く離れている。平面雪の惑星のような形状をしていて、マグマの川が各所に流れている。星の中央には、巨大火山、ハルドラボ火山がある。もともとこうだったのか。 何かがきっかけでこのように変化したのかは定かでない。また、レベル6.7の名称の頭文字をつなげた ED は前述するクラウンと組み合わせることでクラウンドとなり、マホロアがマスタークラウンを主中に収めることを、あるいは逆にマホロアがマスタークラウンに取り込まれることを暗示させる単語となる。さらにこのクラウンドはマホロア第二形態線の BGM の名称にも、 なっている。一部のコピー能力の防止やアクションが過去の作品と異なっている。また、コピーの元も出現する。ウルトラスーパーデラックスのように多数のコマンド技があり、既存のコピーに関しては技のベース自体もウルトラスーパーデラックスのものになっている。通常とは異なる光る敵からコピーできる。通常のコピー能力よりはるかに強力なコピー能力で星のついた。 障害物を破壊したり、敵や中ボスを一撃で倒すことができる。ただし、時間制限があり、制限時間が過ぎると強制的にスーパー能力が消える。また、マルチプレイ時、複数のカービィがスーパー能力を保持することはできない。メインモードをクリアすると、2周目である、高難易度モード、エクストラモードが解禁される。今作では、 夢の泉デラックス以来から約9年ぶりにメインモードとは別にクリア率が設定されているという方式が取られた。夢の泉とは違い、メインモードを100%にしなくても解禁される。メインモードからの主な変更点は以下の通り。エクストラモードをクリアするとサウンドルームで全ての BGM が聴けるようになるほかミニゲームに新格闘王への道が追加され。 さらに、モードセレクト画面の BGM が変更される。ありがとうございます。